ドラゴンスリッパと言っていいんでしょうか。出たようなもんなんじゃないかなと思いますね。じゃあ実戦向きなの。そうですね。ただちょっと大した。残り1分、いや、ちょっと京子がですね、時間を忘れている感がちょっとありますね。ちょっと優秀の美を飾るということで、優秀の美、わかんないです。何かそこまで行ってしまうのも、なんでしょう、あれ、持ち替えますよね。場内がどよめいたのだって、安堵の声と聞かせます。やっぱり相手が派手な技で来るならじゃあこっちを地味にお互い場所取り合い、あーうまい、この当たり、ooh, Spiker with that DDT。ooh, Slim German with a strong style。あんな形でえぐられようとは夢にも思ってないですから。あーすごい、待ってるような気がしますが、さあコーナーに口出しにしておいて、ドーンと飛びのテリーティー、ただね、それだけの対象力というのがあるんじゃないですか。絶対できないですからね、慎重に体を組まなきゃいけないし、技が一体くさあるのか、井上京子、そしてフォアグロス、すごい、これはスピーディーです。ああいう入り方見たことないもんね、はいですね、フォアグロス。出ましたよ、これは 50m ありますか、出ましたよ、 50m、 50m ダッシュして、うわーすごい、さすが京子、しかし微動だにしませんか、京子
でも始まってますね、これ。ガンガンつけも重量級って感じ。ここも仕事ためるよ。ラインテイン。It has to suck a little bit. That's であろうというそういった油断もひょっとしたらあったかもしれません。三角飛びのエルボー、まあ、井上京子選手何が素晴らしいって顔の表情一つ一つが素晴らしいですよね。この体重で世界の必殺技を真っ向勝負、これはもうね大リーグ級ですよ。なんとこの形で落としていきました。